はようございます。ゆいです。今日は本当は比叡山の大会の日だったんですけど、中止になってしまったので、何もしないわけにはいかないということで、一人で今から家から、さなぎ山までラントゥーさなぎ山してきます。ロードで何キロだ、ロードで20キロないぐらい、うん、でそこから山の中に入るっていう感じのコースです。もっと早く起きたかったんだけど、マジで起きれなかった、全然もう寝坊いや、ゆっくり、とにかく長い距離を走ります。今日は寒いね、というかマジすっごい寒い。行ってきます。ぐらい進んだかな。グリーンロード沿いを行くんですけど、こうやって途中でね、イケアやモリコロパークがあります。まだまだ先、まっすぐ、ずっとまっすぐ進みます。トヨタに入ります。今から登るさなぎ山がね、あそこに見えるんですよ。ちょっと山頂曇ってるのかな、わかります？あそこまで今から行くんですよ。ここで水分を買いましょう。ミニストップでございます。ここから有料道路入っていきます。ここからのね、アップダウンがきついんです。いいトレーニングになるんです。2度だって今。寒いよね、そりゃ。ああ、登り切ったので下りです、こっから。ふぅ。もう登山口にもう着きます。ここまで17キロロードを走ってきました。朝から私何も食べてないんですよ。ここまでで空腹できて。なんか、比叡山用に買ってた栄養食。前回も紹介したけど、これマナバーですね。キャラメル味。なんかね、香ばしくってね、割と食べとっても味が美味しい。今日はこの竹田洞登山口から入ります。さて、登りながら暇だからちょっとぺらぺら喋ろうかな皆さん、もうすぐあれですね、クリスマスじゃないですか。クリスマスご予定いかがでしょうか、ね、私ね、自分のね、ピアノ教室 の、 クリスマス会を毎年やってるんですよ。子供たち集めて、教室の中でゲームしたりとか、演奏会したりとか、そういうことをやってるんですけど、今ねちょっとその準備とかも一生懸命やってますもちろんこのね動画でもクリスマスの演奏をちょっとお届けしますので、楽しみにしててくださいね。今頑張って練習中なんで、私それ個人的にはそうだな、美味しいワインとなんか美味しいものが食べれたら幸せかなと思いますけど
日はクリスマス会の準備を、さっき買い出しに行ってきました。配るお菓子をもういっぱい買ってきたんですよ。さあどんなもん買ったでしょうかね。買ったもの紹介するよ。じゃん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 流してちょっと行くので、楽しんで見てってください。じゃあ早速行きましょう。でございます。こんなにもらえたら喜ぶよね。いいな子供たち。